半負けの本家、本家の半魔妖先生です。ですね、人間たちがね、人間たちがよく守れないことですね。で、それでね、多くは死んでることですね。をちょっとね、お教えいたします。肉をね殺して食べるということは動物の肉ですね、牛とかね、鶏肉なんかですね、鶏なんかを殺して肉にして食べるとかですね、これはねあまり良くないことなんですね。で一般的に良くないんですね。でそういう肉を食べると癌になりやすいんですね。癌になるんですよ。で言うなれば肉は怒るわけですね、やっぱりね。で死んでも殺されても細胞は生きてますから、でそれでね、病気に食べた人を病気にさせたりするわけですね。でそういうことでね、がん細胞というのが生まれたわけです。動物たちの自己防衛ですね、主にそういうことで自然体でできたものががんなんですね。肉が怒ってね、殺されたと。で殺された人にをやっつけようということで、食べられてもまだ頑張って肉がね、殺された動物が攻撃をするというのが癌の病気なんですね。ですからね、肉はですね、鶏を飼ったら保養して卵だけ食べて協力し合うということですね。その代わり鶏は飛べないから他のね動物に殺されやすい、食べられやすいからね、卵だけ、もらってね、それで養ってあげようというやり方でいいんですよね。療養で共存共栄ですね。私の場合は本家の半魔妖先生貴族の場合はただ肉をよく食べないと力とか戦力にならないんですね。すごく力を持ってます、肉を食べるとね。近道にも、栄養の近道にもなるんで、私なんか肉をよく食べるんですけれども、やり方が違うんです、仕事のやり方が。こういうようにね、そういうことを教えたりとか、人間が肉を食べ過ぎたら人間をやっつけたりとかね、処分したりする仕事をしてます。で、で動物たちそういう力はつけるには人間たち大変力強いということで、そういうのを処分したりする力というのはね、大変なんで力となる肉を少し分けてくれというかね、少しね。で肉を食べてるんで、それでも気をつけないとがんになるんですけどね。こういうことをよく伝えてるとがんになりにくいんですね。で肉はよく食べないと力にならないんで、特にこういう仕事がやってますから本家でね、私はね。で人間の何ですかね、天敵ですね、という私は生物なんで、本家の本物の貴族はね、私しかいませんけど、地球はね、他の貴族は全部偽物ですけど、本物は地球と太陽が生まれる前に、SF 映画で出てくるようなね、一回で装置、石棺という装置を発明してね、宇宙戦争で殺されまして、石棺も一回得られる装置も破壊されたんで、地球と太陽をまた育てて現在から生まれ
変わってきてるわけです。それが本物の貴族なんですね。で、気をつけないといけないのは、とにかく肉ですね、単に殺して協力し合わないで、ね、殺して食べるというのは大きい犯罪なんです、動物だろうとね。私は人間の上の生物なんで、人間を殺して食べてもいいんですけども、人間はねそれを知ってて体に毒性を作っちゃってるんですよね。食べられちゃうから、僕上の生物に、私とかですね、あの何もね、あの利用価値がないし悪いことしかしないからね、地球を荒らすだけだから、肉にして人間を食べていいんですよ。で、もともと人間にやられたら私は殺されますけども、戦争以上の人間の力はかかってきてるんですね。いつも上の生物だから対抗してるだけなんですよ。だから人間同士で世界戦争をしてるよりかもっと攻撃は来てるんです、私の方に。上の生物なんでね、これをよく知っていただきたい。地球では味方人間誰もいませんけど、生物って宇宙で生きてるんですよ。だからまあ宇宙の能力者と言った方がいいんですかね。私は人間よりか優れたロボットみたいなものを仮想に持ってるんで、また宇宙に持ってるんで、宇宙全体で動かして生きてるんで、その力で生きてるわけですけどね。私今殺されてしまうかもしれませんけども、対抗できるわけですね、上の生物が。いや、あの人間よりか上の生物でね、対抗するということでね、ちゃんとあのそういう兵士みたいなのがいるわけですね、あの上の生物ということでね。で、まあそういうことですね。肉食いで問題というのは共存共栄しないんです、人間は。ただ単にあの肉を食べるわけなんですね。家畜みたいにしてね、育てて、これはね、あの良くないことなんですね。ということで、その繰り返しは必ず 100% 死にます。100歳以上生きることは無理ですね。まず大変ですね。まあ生き